ラーメン大好き池田です。今回は第2回、今回もラーメン美味しく伝えられるように頑張ります。では行ってきます。まず最初に紹介するのは日南市北郷町にあるやけっぱち。お待たせしました。おお、来たー、すごい。おー、濃厚なスープが見てわかります。すごい濃厚な豚骨の香りが食欲をそそる豚骨ラーメンをいただきます。じゃあまずスープからいきます。なんかとろみがあってすごくやっぱ見てわかるように濃厚なスープが染み渡ってきますね。続いては麺。麺にすごい弾力があって濃厚なスープと絡んで美味しい。大満足です。ごちそうさまでした。ニンニクとごま油が香る黒麻油を効かせたブラックラーメンもおすすめです。日南で濃厚こってりスープを味わいたいならここ。続いてやってきたのは日南市園田にある丸美ラーメン。おお、来たー、よいしょ。今回は若者に人気の特濃ラーメンをいただきます。スープからいきます。豚骨の風味がしっかりしてるんですけどあっさりしててすごく上品な味ですね。続いては麺。細くてツルツルっとした麺が喉にシュルシュルっと入ってきますね。結構あっさり豚骨好きなんで毎日食べたぐらい美味しいです。これ1970年の創業から変わらない味が人気の丸美ラーメン。ぜひ一度足を運んでみてくださいね。日南市役所スキー部。動画広報日南市役所スキー部では今後も日南の魅力の一つとして食についても発信していきます。皆さんの好きな日南の食やお店に関する情報をぜひお寄せください。